高の一日にします。今日ちょっと早く目覚めすぎた。2時ぐらいに目覚めてしまった。バキーンって。サウナのおかげかも。やっぱ朝やと外真っ暗やし、人もいないからいいね。気持ちいいし、風呂上がりの外の風バリ気持ちいい。アキオさんやばい。 Vlog ってその人の日常が見えるからめっちゃいいなって思う。いいね。マジで抜きたい。アキオさんの元で働きたいとかじゃなくて、アキオさんを抜きたいから、アキオさんの下についとったらあかんから、こうアキオさんだったらこう行くんじゃなくてこう行きたい。お疲れ様です。現在朝の7時、やっと明るくなってきました。ずっと真っ暗やったんでね、気持ちいいね。やりきった、鬼眠い。おはようございます。パワーパワー。はい、昼寝終わりました。目シャキッてしてます。では行ってきます。最近ちょっと悩んでて、ワクワクが足りてないなみたいな。やりたいことはめっちゃあるし、でもそれは現状お金面であったり影響力の面で厳しいみたいな。まずはインフルエンサーになるための行動をいっぱいしていかないといけないみたいな。いやむずいね。今僕の大好きなアキオブログさんのノート、前買ってたんですけど、もう一度読み返してやっぱ悩んでたから、今どうするべきかみたいな。僕の今の一番の目標はインスタ1万人。ここに対してお金を惜しんでる場合じゃないだろ。なんで自分に投資せんのみたいな。自分を信じろよみたいな。チャレンジできる環境っていうものを作ってるんやから、インスタのコンサルちょっと受けようと思います。決意としてやります。さっき悩んでたのめっちゃ恥ずかしい。やります。チュース。長かった。今日ちょっと寝るの遅くなるんで明日影響出ると思いますけど、まあ良かったです。交流会名刺いっぱいもらったんで嬉しい。しかもかっこいい。ではお疲れ様です。おやすみ。